私の演技指導や沢村さんのコーディネートも相まってどんどんメインヒロインとして磨きがかかっている。そこいらの男子生徒が反応しないわけがないじゃない。俺としては冬コミでのゲーム発売とともに衝撃の高校デビューを飾らせたかったんだけど、いつの間にか事態はそこまで進行していたのか。あのすいません、人のプライベートをこっそり覗いておいてそこまで悪びれずにネタにされても困るんですけど。私の演技指導や沢村さんのコーディネートも相まってどんどんメインヒ